私たちのキッチンへようこそ。今日はチキンカツを作ります。 呼び込む好きな肉には鶏の胸肉や塩と胡椒お好みでや小麦粉半カップや卵肉やパン粉1カップやカツ酢です。 フライパンやボウルや箸やまな板やそして皿です。包丁の使った鶏の表面に 小麦に塩と胡椒を振りかけます。はじめに 小麦粉で鶏肉を落とし、過剰な小麦粉を振り払います。グッてコートする前に卵に浸す。パコでカバーします。 オイルを加熱します。次にチキンを入れて。だけど完成です。金茶色まで鶏肉が ロウソクを調理します。鶏肉を取り出し、そして切ります。最後にご飯の上にチキンをのせて。 いただきます。美味しいですね。どうもありがとうございました。